大ヒット商品となったビデオゲームゼビウスには30種類に及ぶユニークなキャラクターが登場し、その高い創造性によってビデオゲームに新たな方向性をもたらしました。その制作者である遠藤正信さんは26歳、彼のゲームソフトに対する考え方には独特の哲学があり、新人類の騎士と呼ばれています。パソコン少年たちが熱狂するゼビウス神話の秘密について彼に聞いてみました。技術的に言いますとね、あのゲーム非常に遅いわけですね。こうゆっくり流れてくるとかね、敵がこうゆっくり飛んでくるとか、ね、敵の弾もこうゆっくり飛んでくるとか、いろいろあるわけなんですね。それでなんていうんですか、そういうゆっくり飛んでくるっていう中には美しさというか優雅さみたいなものを表現できるんですけども、それ以前としてね、こうしっかり認識できるわけですね。こういうものが出てるとかね、でその辺の存在感みたいなものが強調できたというところでね、まあ本当はもっと早く作れたんですけどね、アメリカ人でこれゼビウスは善だという人がいますけども、まあ、そういう感覚っていうんですかね、東洋的な感覚がするらしいですから、やっぱり宗教的なものはあるかもしれませんね。まあゲームセンターにあるビデオゲームっていうものは映画みたいなもんだっていう感じがするわけですね。だからわざわざお金を払って見に行く映画ですね。大画面で音も良くて、それに対してファミリーコンピューターっていうのは結局テレビっていうのかな、流行った映画が時間が経ってテレビで放送されるというか、そういう感覚で、だから映画の迫力はもちろんテレビに期待してないわけですね。それと同じようにファミリーコンピューターでゲームセンターの迫力は期待してないんですけども、まあ、あれと同じものが家庭で楽しめるというところに、ああいうものが売れたという大きな良さがあると思います ね。 なるほどね。現在のそういったコンピューター世代の人たちに新しい傾向というのは何かありますか？そうですね、コンピューターいじるようになってから人間の判断っていうものがね、非常にコンピューターライクになってきたというかね、デジタルに判断するような人たちが増えてきたんじゃないかなと思います。僕自体もかなりデジタルな判断をするんですけども、いいとか悪いとかね、右とか左とか、こうはっきり物事を判断するんですね。曖昧な部分が徐々になくなってきて、その分判断が早いわけですね。だから会話しててもこう若い連中のがポン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 どんどん話題が変わったりするんですけどもね、そういうところも全部デジタル感覚っていうのかな、そういう感覚じゃないかと思います。